ラスでしょ。タイトルから申し上げましょうか。はい、はい、レッスルウォーズ、2020 3.15 大田区総合体感大会スペシャルということで、まず林選手の登場です。よろしくお願いします。お願いします。いや、よく来ていただけましたね。あ、そう、よく本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう大変なね、記者会見の後で、はい、もうすぐ後です、はい、本当に。で、柴田さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日の問題は、今日のネクタイはですね、はい、ディズニーランドにあるトゥーンタウン。トゥーンタウン、はい、なんかプロレスとは関係ないですね。関係ないですね、キャラクターですね、こう時計がチクタクチクタク、電話がこうね、チクタクチクタク、乗り物乗ってくとですね、これが楽しめるというか。あ、確かに確かにありますね、はい、トゥーンタウンね、はい、本当に大昔に乗った記憶ありますけど、ね、もうね、もう忘れました。はい、はい、というわけで、ですね、まああの今日この収録の、はい、その前の前の2日前ですね、はい、2日前にレッスルワンが活動を停止するという、はい、そういう発表がありました、はい。で、まあ、ちょっとその経緯をですね、母さんの方からお話をいただければなと思いますけども。そうですね、3月の、31日をもちまして、はい、全ての選手をの契約をもしないというふうなことに決まりまして、はい、はい、4月の1日を最後にレッスルワン、活動休止、休止という発表をさせていただきました、はい、本当にもうね、あれなんですよ、うん、もうね、うん、温かいファン本当多くてですね、レッスルワンを応援してくれた人たち、うん、もう本当にもう申し訳なくてですね、はい、この場を借りてですね、はい、はい、ご挨拶できればと思いまして、うん、出演させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、今日は、こちらこそありがとうございます、はい、こういう場を作っていただきまして、旗揚げしてから、はい、7年になるんでしたっけ、はい、そうですね、6年ちょいですね、うん、6年ちょい、はい、旗揚げ記者会見行きましたよ。あの素敵な、なんか神谷町だってね、東京タワーのそばだったよね、うん、のビルでしたよ。会見ですか。会見、あ、会見、はい、会見ですね、はいはいはい、そうそうそう、もうね、うん、まあ、ずらっと皆さんが並んでね、はいはいはい、もう希望に満ち溢れておりました。そうでしたね、そうでしたね、なんかね、夢持ってっていうような感じで、もう本当に、はい、夢とロマンス、はい、そうですね夢とロマンス、夢とロマンスレッスルワンってあれですよね、レッスルなんだっけ、3つあったのがいいんだよね、ウィンと、レッスルウィンとワールドとか、ワールド、そうか、その3つの W だったんですよ。そうなんですね、はい、どうですか、この6年ちょいを振り返ってみると、うん、本当にですね、うん、急に始まったレッスルワンという団体で、全日本からね、うん、こう、そうですね、はい、うん、その中でも本当試行錯誤しながらやって、はい、特に僕的に良かったなと思うのは、うん、やっぱプロレス総合学院、うん、ああ、はいはい、うん、そうですね、プロレス総合学院からかなというような感じがしますね、うんうんうん、それからもうその学院を作ってから、はい、やっぱりプロレス
イコール、うん、こういう風なやり方ではなくて、はいはい、本当にね、こういろいろな人にチャンスはがあって、はい、で本当にいいものが出てきた時に、はい、輝ける場所っていうものを作れるっていうような、はい、団体ができてですね、そう、その時にあうちらは他にないものを作れたなと、他の団体にないものを作れたなっていう、新しいものね、はい、っていうような、はい、思いましたね。実際ね、いろんなところで今活躍されてる選手もね、はい、レッスル1から育った人がいっぱいいらっしゃいますよね。そうですよね、その学院で学んだ人が外で出てね、もしくはレッスル1のそのリングの上で戦う人たちがもうたくさんいますもんね。あの学院もあれですか、はい、終わるんですか。学院も終わりますね。学院はもともとね、あれなんですよ、高木さんが、高木さんが、CEO として入ってきた時に、はい、はい、アイデアをくれて、で、アイデアをくれてっていうか、高木さんが作り上げてですね、はい、そのままそれで僕たちがやってきたというような感じですね。で、もちろん、学院って、半年スパンなんですよ。ああ、なるほど。4月スタート、あと次10月スタートなんですよ。で、今回、まあ、3月31日っていうようなことなので、そこからの募集もしてたんですけども、はい。一応もうキャンセルに、はい、させていただきまして、はい、その半年スパンでだいたい平均で何人ぐらい入ってきました。どんぐらいだろう。結構話きますよね。はい、多かったですね。少ない時は少なかったけどっていうような感じで、でもまあ多かったですね。はい、時でいくつだっけな、十何人かいたような気がしますけどね。ですか、はい、でもリングの上でね練習するわけですから、はい、そのたくさん人数がいてもね練習できないと。まあそのぐらいがちょうどいい。ちょうどいい。そうですね、でも素晴らしい関係ですよね。リング2つありま、2つ組まれましたよね。で合宿所もあるし事務所も一箇所に集まってて、そうですね、でトレーニング機器もあってね、素晴らしい環境なんですよ。ですよね。あ、そうそう、あの現スポーツエンターテイメントの建物ですよね。スポーツ会館、スポーツ会館ですね。ちょっと上がるのね怖いんだけど、屋上上がるとね景色もいいしね、あそこでなんかニコよくしてる人も、あ、そうです、ね、僕あのちょっとあの階段外階段上がれなかったら怖くてよくみんな選手の方ね平気で上がってくるなと思うぐらい、ちょっと外をね、外の階段だと怖い。そうちょっと怖かったけど、あ、リオもあそこにあったんですか。そうですね。あ、そうです。あ、なるほど。どうでしょう、これからのまあ母さんもそうですけど、はい、選手の皆さんどういうふうにその選手としては活動していくんでしょうね。レッスル1から、はい、いろいろこう外に出ていった選手ってたくさんいるわけですよね。でその人たちって、こういうふうなレッスル1の、町がありまして、はいはい、その中でやってきて、いろいろやってきて、僕はこっちでもやってみたいっていうふうに思って柵を乗り越えていったんですよ、はい、自分の意思で、自分の意思で柵を乗り越える、ただ今回の場合っていうのは、この柵がね自分の意思じゃなくて、自分の意思はもうここですよ。ですよね、この真ん中にあって、で今回はに関してはもう柵を取られちゃったっていう感じなんで、さあ僕は今までここを耕すために頑張ってきたのでどうしようっていうように、やっぱり悩んでる人たちがいると思うので、まあいますね、いると思うというか言います。やっぱり自分やらなくちゃいけないのは、やっぱ一人一人いろいろ聞いて、でね、せっかく今までこういうふうにやってきて、この先どういうふうにしたいのかっていう、やっぱりみんなプロレスやりたいと。やっぱりプロレス好きなんですよね、皆さんね。そうなんですよ、好きなんですよ、うん、でプロレスやりたい、どうにかやしてできるような環境はないですかねっていうような感じですね。他の団体の方々にね、お呼ばれして、で他の団体リング上がるっていう人も出てくるでしょうし、そうですね、そういうふうに、まあそうじゃない人たちはどうしたらいいのかってね、今悩むところだと思いますけどもね、多分ツテとかそういうものを持ってない人もいると思います。だからそういうふうなことは最後までちょっとちゃんとやっていきたいなとは
思ってやっているところですね、そういうふうなことを。船長ですよね、社長だから。最後に風が降りる、レッスルワン戦から。あー、かっこいい、ね、かっこいい。これも皆さんの、ね、皆さんの下船を見届けて、ね、まあ、見届けて、まあまあ、方針度を決めてあげてね、うん、まあそうですね、うん、まあぶっちゃけだから自分のことは考えてないですからね、まだね。いやでも加藤さんご自身もね、まだまだ、いやだってご家族これから頑張っていただかないと。まあそうなんですけど、うわ、考えられないっていうのが、ところっすかね。決まったわーいってやってるところじゃないですかね。選手の皆さんは、はい、あの記者会見で初めてそのレスラーの活動停止っていうのを知ったんですか。記者会見ですか、うん、記者会見をして知ったということですか。ですね、選手のみんなもうキンキンです、うん、本当に、うん、結構前に、はあはあ、自分は、はあはあ、まあ、言われていて、はい、どうにかしてくれっていうような感じをして、うんうんうん、でそれで、やっていたんですけど、うん、まあいろいろ交渉した結果、はい、やめようっていうふうなことになりまして、うん、それ を聞いて、うん、本当にすぐですね、4日ぐらいにはもうみんな招集かけて、うん、はい、でみんなの前で話しまして、それからまたすぐですね、うん、あの記者会見はまあ早くやろうということになりまして、うん、はい、で、はい、この間の記者会見になりました、うん、なんか一度延期したんですよね、大田区のこの記者会見。そんなことなかったでしたっけ。大田区の記者会見はなんか、いや、あそこの日、あの日だったんですよ、うん、あの日だったんですか。はい、29日だったんですけど、はい、ただその会見をやるときに、うんうん、まあここのタイミングで行くかっていうことで、うん、はい、うん、まあ本当にまあ早い方がいいというようなこともありまして、ね、ちょうど一月前ですもんね。あ、そうですね、うん、その武藤さんとはそういうことでは話をされたんですか。まあ会長、今会長、はい、ですね、会長ですね、うんうん、武藤さんとはその件で話は、うん、あ、もちろんしましたね、うん、はい、うん、でもなんか、うん、はい、正直言わせていただくと、はい、会見の時の武藤さんの表情と、うん、加藤さんの社長、会長、社長で随分ちょっとね、うん、対照的な、対照的でした。対照的なって言うと失礼ですけどね。本当ですか。カズさんが一心に背負ってる感じがしましたね。あ、まあそれはね、まあ背負わなくちゃいけないんで、あ、そんな対照的でしたか。いや、人柄がね、出てらっしゃいました。責任感の強いね。あの、そう、写真見るとカズさんが流れてくる、はい、本当あのコメントを見ましたけど、はい、選手のことをやっぱりすごく心配してて、そうそうそう、うん、いやね、かわいそうですって。いや、そうですよね。ああ、いや僕もね、うん、やっぱり日本の、まあ、インディーから出て、はい、海外とか行ったんだけど、うん、やっぱね、自分で、うん、自分のタイミングで、うん、やっぱり行きたいから行ったんですよ、うんうんうん、でやっぱりね、このタイ、あの、なんだろう、一生懸命ここを盛り上げていくぞっていうような、うん、みんな意識が高いわけですよ、うん、その中でね、そこがなくなるっていう風になった時の選手の気持ちを考えちゃうとね、うん、いやー、まあ、僕もそうですけど、うん、はい、ちょっとなー、うんうん、なんとかしたいなっていう風なのがあって、はいはい、まあいろいろ僕もその後もやっぱね、うん、考えたんですよ、うん、ただ、うん、そこまでの資金は多分無理だし、うん、とか、うん、はい、あとは、まあ、規模を小さくしてでも、うん、なんか出れる場所っていうのを作る、今年くらいしかできないかなっていう感じですよね、うんうんうん、活動停止ということはレスルワンっていうものは残る、はい、ね、そうですね、レスラー、うん、あの会社自体は残ってるんですよ、うん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 、はい、ただ道場とか合宿所はあれですか、一旦やっぱり区切りをつけるんですか。あ、そうですね、はい、合宿場としてのあれはなくなっちゃいますね、機能はしなくなっちゃうんで、はい、でもじゃあ、でもいつかまた集まろうよっていうね。そうですね、そうですね、希望は残ってるわけですね、はい、あの道はあるわけですね。そうですね、名前に関してはそうですね、うん、ただまあずっとそれにね、しがみついてたら次の道がね、この人っていうのももちろん
はい、いるでしょうし、うん、まあ、そこら辺はみんなちゃんとね尊重して、うん、はい、まあ、なんとか僕らがちょっとやりたかったところがあるんですけども、うん、まあ、残念ながらというような感じになってしまいました、うん、はい、はい、またちょっと後で単独でカズさん の、うん、お話をはいはいはい、していただける、してもらったらいいかななんて思うんですけど、今回に。で、ちょっとオタク大会の話しましょうか、少しだけ。はいはい。で、2020年3月15日ですね、日曜日、はい、14時会場、そして15時試合開始ということで、大田区総合体育館で、はい、レスラーの試合がありますというですね、うん、まあ、ここ大変なんですよ。カズさん、今、左足怪我してますよね。そうなんですよ。ですよね。実は言うとですね、はい、まあ、怪我した場所は、大体二頭筋って、うん、太もものちょうど後ろですね、はい、後ろ側、その後ろの筋肉が切れちゃいまして、2月の12日に後楽園で試合があったんですよ、はいはい、その時に実はやってて、うん、でそれでまあ大丈夫だろうと思ってやってたら、うん、その次の大会の新木場で、うん、はい、またやってしまいまして、うん、で一応テープぐるぐる巻きにしてやれば大丈夫かなと思って、うん、そのまま今度次愛知で試合やったんですよ、うん、はいはいはい、そしたらそれでまた思いっきりバズッといっちゃいまして、音が聞こえるんですかそういう時ってバズって、バズっては聞こえないですね、うん、はい、バズっては聞こえない聞こえない、はい、なんとなく感覚でバズって感じ、うわっていう感じ、いや、それは本来手術を受けなきゃいけないんですか、はい、これ手術はねできないんですよ、できないんですか、あ、はい、できない、あ、安静にするしかない、そうですね、うん、はい、でも切れたものは元に戻んないんです、戻んないです、うわっ、はい、だからこう筋断裂って言っちゃうと、うん、もうそこのところだけえぐれちゃうような感じ、うわ、実は僕ね上腕二頭筋っていうのも切れちゃってて、こっちだとこうじゃないですか、はいはいはい、こうなんですけど、はい、こっちだとこうなんですよ、ああ本当だ、へこんでる、ここがえぐれちゃってる、うわー本当だ、すごい痛い、痛くないっすよ、すごい、これもう何もないって感じですね、何もないですね、はい、あ、切れてるからそこだけへこんでしまうんですね、そうです、それは動きには影響はないんですか、大丈夫、ありますね、ありますか、はい、もう全然もう昔のままは出ないですね、こっちの方が力出るのと、うんうん、あとなんか釣ったような感覚なんですよね、力入れちゃうと、力入れたら、じゃあトレーニングもままならない、そうですね、ここっちはね、はい、うわもう満身創痍ですね、そうなんですけども、うん、はい、今今日も実はですね、はいはい、治療行ってきて、うん、こんな何ですか、うん、下ジャージみたいな格好できたのが実は治療帰りなんですそう、そう、もうなんかそれこそベッドから出てきたようなスタイルですよね、なんかそんな感じの格好なんですけど、これ実は言うと、もうすぐ脱げて、あ、なるほど、治療しやすい、治療しやすいようにね、あと残り2週間ないですけども、そうそうそう、はい、で相手が間に合いますかね、それこそノアの中島克彦選手とのタイトルマッチですよ、ですよ、でここはやっぱり、うん、そのレッスルワンのベルトですから、はい、取り返して、ね、取り返して、もうどうなろうが封印するわけですよね、ベルトは、あ、そうなりますね、どうなろう、そうなりますね、はい、取り返して4月1日を迎えるっていうね、うん、いやだって中島君に奪われたまま封印ってなんかね、ちょっと悲しいですよね、奪われたままになっちゃった、まあ、万が一、ね、うん、はい、確かに中島克彦選手は強いですよ、強い、散々言われてますじゃないですか、はい、そう、強いし口もすごいですから、彼は、ね、非常に厳しいコメントを連発してますけど、そうね、母さんにもね、足怪我してるのにこれやるの、うん、みたいなこと言ってましたよね、あ、そうですね、うん、まあでもまあ、うん、あれですよ、体調万全の体制でいかないとね、うん、まあ、中島選手にも、うん、失礼に当たりますので、うん、100% に持っていけるように、うん、はい、今は日々治療いろんな手だと、そうですね、うん、うん、もうあと2週間です、切ってます、はい、切ってますもん、2週間、うん、そうですね、15日ですからね、うん、で、この大田区総合体育館の、うん、この大会はそれこそ同窓会みたいな大会になりましたね、あ、浜亮太選手や中野上選手が出場されますし、うん、あと、誰でしたっけ、岡
カイさん、まあ、カイね、あそうそうそう、うん、ですね、カイ選手も出てくるし、うんうん、それこそ、寿司選手も出てくるし、うん、あ、はい、あれ、寿司選手ってレスラン、寿司選手は、あれ、レスラン、全日本、寿司は、全日本じゃないですね、あれ全日本ですか、全日本じゃないと思いますよ、1位全日本は、今はなってます、なってたよね、次の時ね、うん、で、レスラン来た、あ、もともとは違うのかな、うん、あれ、これレスラン来たんでしたっけ、寿司選手って、寿司選手は、いや、来てはいないですけど、ちょこちょこ参戦してますね、うん、なんかね、今フリーなんですか、フリーだと思いますね、うんうん、はい、なんだかんだ言っていろいろこう、ね、はい、出てきちゃうんですよね、出てきちゃう、出てきちゃう、もちろん武藤会長もね、あ、そう、武藤選手もね、今回出られますが、あ、河野選手もあるじゃないですか、あ、河野選手、あ、河野選手ずっと出てる、河野選手は今ね、はい、あ、和馬坂本も ね、あ、和馬選手もレスランに出てきましたね、はい、まあこれ言っていいのかわかんないけど、ヒート選手も出ますね、あー、ヒート選手、はい、あ、なるほど、まあなんか同窓会みたいですね、なんかね、まあそうですね、ねえ、そうそう、そう、ねえ、シーマ選手もね、今回また出られますしね、はい、そう、さあ、いや、これはでもね、最後、カズさんが奪回、うん、取り返して、うん、大炎弾でね、もちろん4月1日もありますけど、ご覧の中もありますけど、うん、やっぱりわーっとなりたいですよね、ねえ、レッスワンファンをね、そうそうそう、ね、うん、気持ち的には、はい、それができるように、うん、ちょっと精一杯、もう、もう何でもいいです、返し技、もう丸め込みでも何でもいいです、お酒込みでも何でもいいです、何でも泥臭くていい、泥臭くていい、何とかスリーカウント、はい、泥臭くていい、そうです、うん、一瞬の丸め込みで構いません、うん、これだけはね、やっぱり、うん、カズさんのね、うん、ヒーを出してほしい、分かりました、うん、中島選手だ、相手が悪いよね、相手元気、元気、あの人またね、蹴ってくるよ、蹴ってくる、藤岡翔、まあそうでしょう、ね、あの子は、うん、あの子中島悪い子ですから、悪い子、悪い子、悪い子、僕が知ってる、僕が知っている中島君はもういないんですよね、ああそうそうそう、あかっちゃんね、かっちゃん、かっちゃん、もう黒くなっちゃった、黒くなっちゃったちょっとさっきワイルドで、ワイルド、ワイルドですからね、めっちゃワイルドだ、僕の中では中島君だったんです、ああ中島君、うーん、13年前ですか、13年前、何年でもなく来そうですよね、そうそう、まあいつもうあの本当に彼元気ですいつもね、うん、元気、パワフルだし、うん、はい、衰えを感じないですね、まだ若いですもんね彼ね、うん、そうですね、キャリアすごいんだけど若いんですよね、若いですよねまだね、うん、うん、そうそう、多分練習もいい感じでやってるんでしょうね、うん、はい、母さんにとっては中島選手は、ね、もうすごく年を離れた、うん、あれなんですか、中島くんなんですね、まあ、中島くんでしたねはい、ただやっぱ当時思い出すと、うん、まあ、ずっと一緒に練習とかもやってましたし、うん、はい、なんかすごいもうずっとギラギラしてたような、あ、ギラギラしてた、うん、へえ、うん、ずっと上を見てような選手でしたね、そうそう、中島選手も2回こちらに出てもらったかな、あ、本当ですか、そうですそうです、まだその時はワイルドじゃなかったですけど、ね、今みたいに勝彦君だった、そうそうそうえ、何年前ですか、もうでもそれこそ3年4年ぐらい前じゃないですか、え、急にワイルドになったんですか、まあ、急にワイルド、この1年1年ですよ、1年で、1年でワイルド、その中島ワルヒコですよ、ワルヒコ僕は敬意を持ってワルヒコ君って言ってますあ、それワルヒコ君、そうですかそう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 、まあそれこそ大田区大会がもう本当に成功に、はい、成功に終わってほしいなっていうのはね、はい、今の私の本当に強い気持ちですし、はい、あとそのカズさんが中島選手にね勝利を収めて、うんうん、はい、で最後みんなハッピーエンドでね、うん、掲げてね、そうそう、掲げて封印しますみたいなね、シーンをね、まあ、ただ4月1日はまだありますからね、うん、そうなんですよ、うん、はい、もしカズさんが奪還された場合4月1日でまたなんか誰かにやってもらった方がいいんじゃないですかでもそれこそあれですよ、若い人たちがクソーっつってね出てきてくれるっていうのが結構いいのかわかんないですね、うん、そういう意味では、うんうんうん、本当に、うん、やってもらいたいな、ねえ、まあ、でもまずは大田区か大田区体育館がね、はい、あの成功、そうですよ、まあ、うん、盛り上がって終われるように、はい、ねえ、していただきたいなと思いますが、4月1日に向けてどうですか、うん、カズさんとしてはどんな気持ちで向かっていきたいですか、その4月1日、まあ、あと1ヶ月、
ね、なんかまあ、うん、活動休止っていうような、はい、まあ、会見では言ったんですけれども、うん、ただやってることはね、うん、なんかこうやっぱ日々こう前に来るものをこう、うん、毎日こう、はい、うん、乗り越えるためにどうしようっていうような感じでやってるから、うん、まあ、4月1日まではもう全力で、全力で、うん、突っ走りたいなぁとは思ってますね、うんうんうん、4月1日ってエイプリルフールですね、うん、そういえば本当ですね、エイプリルフールだよみたいなね、なると本当にエイプリルフールだよって言いました、不謹慎ですね、不謹慎です、不謹慎です、いやでも4月1日はじゃああれですね、もう皆さんフリーとしてその大会に集まってくるってことですね、そうですね、うん、そうなんですよ、はい、フリーとしてオファーして、うんうん、あ、そっか、もう31日でみんなリリースされますからね、うん、そうですね、うん、はい、契約自体はみんな1年契約なので、うんうん、プロレスラーってそうなんですよ、うんうん、はい、あ、なるほど、はい、契約1年で契約してて、うん、はい、その、はい、毎年更新をしてっていうような感じなんで、うんうんうん、厳しい世界なんですよね、うんうん、ね、それだけどやっぱりね、うん、皆さんの頑張ってる姿を拝見してるから、うん、ちょっとね、はい、残念ですけどね、うんうん、あ、そうそう、で、あの、すいません、はい、ちょっと話戻りますけど、はい、大田区大会のですね、はい、3月15日はですね、大田区大会のチケットは、うん、どうやって手に入れればいいですか、一つちょっと、ピア、ピア、ピア、イプラス、イプラス、はい、ローチ系、ローチ系、はい、あとレストランで大丈夫です、レストランのホームページから買えますね、あ、そうですかね、はい、やりますね、選手の取り置きはやってるんですか、選手の取り置きも、はい、やってますね、やってます、あ、そうです、はい、だから、はい、選手の知り合いがいれば、うん、あ、そうですね、選手の声、はい、お声をかけていただいて、あ、そうか、もちろんカズさんに言っていただければ、はい、取り置きいただけると、もちろんです、ね、あった時にはじゃあ、はい、はい、僕が出てどうやって、まあ、前、まあ、大丈夫ですか、どうやって言ったら、はいはいはい、なんかいい席取れるのかなと思ってカズさんにお願いすれば、あー、ない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 ですか、ないですか、逆に最後ですよ、あらら、それはそうですよ、皆さん優先で、ね、それはそうですよ、はい、ということでそろそろお時間でございます、はい、まあ、はい、もう一度申し上げますと2020年3月15日日曜日、うん、大田区総合体育館ですね、14時会場15時試合開始ということになります、まあここは、うん、もう注目、大注目はやっぱタイトルマッチカズさんとそれから中島克彦選手が、うん、タイトルマッチを行いますということです、その他にも同窓会的にね、はい、今まで所属していたレスラーの選手も、あ、他のね団体に移った選手もやられるということで、試合数が全部で、何試合だったかな、まあ、7、8試合かなすいませんとにかく充実したカードが並んでますすいません、はい、充実した試合が、はい、ありますで、武藤圭司選手もね、もちろん出られますので、はい、まあ、ぜひ、そしてカズさんが最後締めるんです、あ、そう、ね、はい、コペットをかけて、はい、トライさん、カズさんどうやって締めるんですか、最後なんか決めの文句あるんでしたっけ決めの文句ないですね決めの文句あったら楽だなとは思うんですけど、うん、ね、わざわざちょっと作ってないですね、うん、そういうの、はい、作んないですよここで作りましょうって作ってしまったそう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 、大集合って、大集合、大集合レスルワンに大集合みたいな、そうですね、あ、そう、3月15日大集合です、大集合、大集合、はい、というわけで、ぜひですね、3月15日足を向けていただければと思います、はい、はい、それでは最後にファンの皆さんメッセージいただいて終わりにしましょうか、カズさんどうぞよろしくお願いします、あれ、これって僕、あ、いえ、この後にいいです、あー、なるほど、この後あのショートショートで撮りますね、これはもう普通に、あ、わかりました、はい、そうですね、まあ、活動休止というものが決まってちょっと、まあ、選手結構、まあ、不安もあるんですけれども、でも、まあ、まあみんな揃って言えるのは、あの4月1日まで、うん、はい、全力で駆け抜けようというふうなことを、うんうん、とにかく全力ですね、はい、あるものをもう、うん、こなすとかじゃなくて、はい、うん、まあ、一生懸命やって、うんうん、みんなが、うんうん、作り上げようというような気持ちになっておりますので、うん、はい、はい、ぜひ、
見に来てください、はい、そして今後の、選手とかのね、行動とかも気にしていただきたいなと思っております、うん、はい、はい、ありがとうございます。それこそもう4月1日というのが見えてますから、はい、おそらく選手の皆さんは今まで以上に輝いてくれるんじゃないかというふうに私は思っています、うん、本当に悔いのないようにね、選手の皆さんも本当にこの大田区過ごしてもらいたいし、4月1日まで、はい、もう本当に応援してますので頑張ってもらいたいなって思っております。柴田さん何かありますか？いやもう数輩出のね、素晴らしい選手、うん、そして、うん、団体のトップとしての、はい、社長としても頑張ってらっしゃった、はい、あ、そうですね、はい、そうですね、その、まあ、集大成としてね、うん、もう次のステップとしてね、うん、3.15、4.1 でね、はい、華々しく一応区切りをつけましょう。はい、はい、楽しみにしてます、ね、はい、ということで最後ちょっと元気をいきましょうか。はい、はい、じゃあ行きますよ。プロジェスキー第15号、ありがとうございました。サブミッション。視線罵声浴びても